りあえずダンジョンの方やっていっちゃいましょう。あ、これアクセスできないついてるのは、はいはいはい。開放してない拠点の近くのダンジョンは開けないんだよね。光の監視所あたりへ行きますか。よいしょ。雷撃だな。よし。いつもさ、はい、中にいるのに、これ外かなと思って一回確認しちゃうんですよね。なんか、ワールドマップと見間違えちゃうような。やっちゃうぜ！オッケー。この辺の NR はまあもう結構サクサクいけるなって感じになってきましたよね。OK、おー、いい感じ。これぐらい火力があると。お、ブラッドシーカーに狙われてます。どっかいる？あ、来た。これ美味しいよね。こんだけ一気にレジェンダリーも出してくれるんで。ほう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 、ミスト系か。拾うとすぐスクラップ表示に変えてしまう。今回スクラップ表示と、あとお気に入り、まあ、なんか、逆にさ、保管庫に必ず取っときたいアイテムとかお気に入りに指定できるんで、そういう、細かいところの QOL が上がってるのはね、すごくいいよね。ちょっとしたことなんだけど、なんだ、例えばナイトメアダンジョンのさ、入り口にワープさせるのか、それとも中にワープさせるのかの違いとかさ、ちょっとしたことなんだけど、便利になるよね。だから。お、珍しい。エリクサーなんてほとんど出ないのに。エリクサー出たよ。あんまり経験値用にエリクサーを飲むっていう感じじゃないもんね、今回ね。よいしょ。そしたら、もう片翼のやつも倒していこう。
あと下の素材を全部ね、こうやって、下の、等級が下の武器が出たとかに、素材に変換してくれるから、これもいいよ。一応先も買っとくか。紫ライトは速攻倒せ。これダメージ耐性が染みてっちゃうってさ、なかなか凶悪よね、この子ね。よくこういうエリート考えたよな。よいしょ。一緒に更新できてたのに。でも僕は留守番だ。騎士団が戻るなら砦を守る。きっと立派に務める。もう盾を磨くだけじゃない。剣をもらったんだ。すぐ戦闘が起きるとは思わないけど、また手紙を書くよ、エドムント。なんかさ、ディアブロで子供が出てくるとさ、大体不幸になっちゃうってのは悲しいよね。うん、まあ、その社会の不幸は子供が一番被害に遭ってしまうっていうのは、まあ現実でもそうかもしれない。なんかね、世知辛いっすね。おお、ダメージがいい。扉開けちゃう系。
えばあんまり新しいグリフ出てないけど、もう取り終わっちゃったかな。よいしょ。ブラッドランス。コープスプロエクスプロージョン発動するよ。ミストもな。ちょっとやりたいなと思うんで、少しセーブ残しとこう。これビルドごとに残しておいた方がいいかもしれないよね。